すごいなと思って、ちょっと拍手してもらった話があって、あの水原希子ちゃんがね、あの映画界のその夜セクハラ監督の、あのことをちょっとね、話に触れたやんか。俺、あれはね、ちょっと見てて、拍手してもらったね、すごいなと思った。なんかめっちゃ苦しくてすごい苦しいです。見た方いない、まだあかん、見てもし知ってる人も知らない人もいるかもしれないんですけど、今日あの週刊文春のオンラインでなんかあの記事が出て、でそれ私答えたんですけど、その記事はもちろん私が伝えたかった内容なんです、それは間違いないんですけど、実はもっともっといっぱいみんなに伝えたいこととか、まあその、実際自分の身に降りかかったこととか、そういうのも、そういう話も文春の方にはお伝えして、でずっと自分の心にモヤモヤが残っていたので、やっと今このタイミングで伝えることが一番いいんじゃないかと、意味があることになるんじゃないかって思って、取材を受けました。で、まあ、ちょっとその出た順番があのちょっとあの自分が思ってた順番の出方じゃなかったから、ちょっとそこに対して驚いちゃったんですけど、でもきっと多分ちゃんと伝わるような記事を文春の方が出してくれると願っています。あの気にしなくていいと思ってるけど、やっぱ気にしちゃうからすごい最近やっぱりそういうこと言うのがすごい怖くなっちゃって、いろいろ言われたりするのが嫌だし、でどうしたって見ちゃうから、でも今回の件に関しては自分が実際に体験したことだし、戦ってきたことなので、ちゃんと言おうと思って言ったんですけど、本当にそれがちゃんとみんなに伝わる形で記事になってほしいなって思ってます。だからすごい本当に伝わってほしいなと思います。聞こえてる声が小さすぎたかな。なんかやっぱりもう怖いんですよね、その何かを言った時にそれがこううわーって大きな音になって、それでなんかもちろんいろんな声が出てくるのは承知だけど、怖いんですよねやっぱり。でなんかこう自分が伝えたいことが伝わらなかったりした時のこのフラストレーションと、なんかこう、大丈夫大丈夫です、ありがとうありがとうございます。そんな感じ。すごいブス、嫌な
なさい。ちょっともう頑張るよ。俺なんかと違ってさ、もう名前もあって売れてる人間があれをするのってめちゃめちゃ勇気いることでしょ。俺あれをねしたからこそ、やっぱりこう今まで黙ってた女の子ら、女優さんもね、いっぱいそういうことされた人たちも今こそ手挙げるべきやと思うし、俺が今やってることもある種似てるところがあって、映画界をね、それキコちゃんがねやっぱ言ったのは、その真剣に映画に取り組んでる人たちもいるんですと、作品にね、そういう人たちばっかりじゃないってことも理解してくださいってことを言ったことに対して、俺はすげえその通りやと思ったし、そういう人らが仕事できる環境を多分キコちゃんは作りたくて、ああいうこと言ったやと思った。その賞なんかクソやからね、ほんまに。トライストーンともグズグズやから、綾野剛ともグズグズですよ、ほんまに。何をやったかも知ってるし、誰をやったかも全部僕知ってますよ。女の子側から聞いてるから。もうただのクズ。あいつの映画見ておもろいと思ったことないもん。だって新宿スワン1はまだおもろかったよ、高雪出てたしね。2は全然おもんなかったからね。だからもうなんか分かりやすいよね、そういうことしてる人って。やっぱいつかそうなんねんなと思う。木下ほうかさんはちょっと残念やったけど、俺はね、しんすけさん絡みで仲良かった、仲良くあったことあったから。でも多分これからあえてキコちゃんが言ったことによって、勇気を持った女優さんだとかタレントさんが、映画監督であったりテレビ局のプロデューサーであったり事務所のことに対してのそのセクハラ、パワハラ、モラハラ、多分これから言ってくるやついっぱい出てくると思う。だから俺のところにも来るやろうし、ね、言ってくださいっていうのは絶対来ると思うし。だから俺は昨日のキコちゃんはほんまにすごいなと思った。あんな影響力ね、俺なんかよりもはるかに影響力ある人がああいうこと言うっていうのは、日本の芸能界にとってはすごいいいことやと思う。だからマッケンなんてものが存在したらあかんのよ、日本の芸能界に。これから、まあゴーも含めね、ちゃんとしたほんまに真剣に俳優やってる人間とか作品作りしてる人間だけでやっていくべきやと思う。破天荒なんはええねん、別にね。女行くのがあかんって言ってるわけじゃない、ただ正々堂々行けと。おかすなって話やのからしたら。で酒飲んで暴力振るうなってことやから、うん、破天荒なんはええやん。昔の俳優さんがみんな破天荒やねんから。俺破天荒なぐらいかっこいいと思ってるし、俺はね。ただ人様に迷惑かけるようなやり方はしたらあかんし、トラウマを植え付けるようなね、セックスの仕方したらあかんなと俺は思ってる。だから俺、キコちゃんのこと昨日すごい一人、おーって思ってました。すげえと思って、うん。あれはね、ほんまに、なんていうのかな、一緒になって手挙げて言ってくれる人が出てほしいなと思う。これで出んかったら逆にちょっと、もう日本はあかんなと思う、ほんまに。うん、だってあんな毛名前ある人が言ってんねんで。ビビってどないすんのって話や。もう今更忖度なんかできひんから、ほんまに。こんだけネット社会になってんねんから。